人生酒場または世に連れままに連れ乾杯。さあ今宵の人生酒場北新地にありますサロンドドラコさんにお邪魔しております。千里ママ一つよろしくお願いします。大金星ですねママは。金星です。金星美しいということですよ。ありがとうございます。いやいやいやね。あ、お兄さん。お兄さんはお名前は何つですか。マヨと言います。マヨ。マヨです。マヨだよね。さあこちらのね千里ママのちょっとプロフィールっていうか、はい、情報お願いしますよ。はい、たまちゃんママが占ってあげる。どういうことですか。占いっていうのは基本スピリチュアルバーみたいな感じで、結構女性のお客様がうちは多いんです。でも占いとか興味があったりとか、こう悩み相談とかそういったものを結構受けたり。じゃあママが俺を占ってくれるってわけ。あ、そうですね。よかったら。もうねボロクソに言ってほしいよ。もちろん辛口です。お願いしますよ。はい、では一番わかりやすいタロットを。タロットで、あ、いきましょう。タロット、タロット、はい、じゃあタロット心に念じてもらって、どうめくってもいいんで、こう上か下かだけをね、こうパッとこうめくる、こう好きな風にめくる。あ、好きな方でいいよ。だって、わかった、よし、こいつを待ってね。よし、これだ。はい、どうぞ。だおっと、すいません。もういきなり来ちゃったよ。いきますよ。はい、じゃあ役位置がさまつな問題、トラブルが起きる、成り行きに不安がある、うん、過去にとらわれる、うん、うまくいかないことへの不満、うん、住居や人間関係の悩み、うん、維持できない、うん、過去を回想して昔は良かったという思いや開墾にとらわれたり、望みが叶えられないまま無意に時を過ごしている暗示です。いやこれはズバリだね。そうです。本当に中引いても大体同じように、ありがとうございます。きっかけっちゅうの、こういう水商売っちゅうのママ。私のモットーがその楽しく過ごす、毎日笑って生きようっていうのをこうモットーにしてるんで、笑ってると自然と楽しくなってくるし、まあ、なんかこう陽気になるんで、陽気な方がいいかなっていう。そうですよね。はい、ママ、これ受け取ってください。はい、人を占い、首は占い、ドラコ。占いと占いをかけてる。なるほど、占い。あー、素敵。優先されます。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。めっちゃそうじゃん。友達とカラオケに行くと延長延長でいつも朝まで、早めに切り上げるいい方法はありますか。だって歌うことはストレス発散とてもいいのよ。だから気にせずずっと歌い続けるのがいいと思うわ。声が出なくなるまで歌ってみたら違う世界が見えてくるかもしれないわ。カラオケだもの。カラオケだもの。みつお。なはなは。